丹下目、池ちゃんの自然栽培マイ奮闘記。今日は2024年の5月27日月曜日です。先日マルチを張った畑に来てます。今日はモリンガの種をまこうかなと思って来ました。昨日未明から雨が降って、まあもうできないかなと思ってたんですけど、まあ午後から日差しが戻り出して、今夜からまた雨が降るので、まあちょうどいいかなと思って、本当はね、昨日の夕方巻きたかったんですけど、もう一日トラクター、乗ってまして、トラクター作業終わったらもう午後、夜の7時10分ぐらいで、ですかね、10分過ぎてたくらいなので、もう昨日はやめました。で、今日ちょっとやっていきます。で、使うのがまずこれがね、モリンガの種になります。これが種一つみたいなね。で、去年は2粒ずつ植えたんですけど、まあぼちぼち発芽率良かったので、もう今年は一粒ずつ巻きでいきます。で、どうやってやるかというと、まあ、使う道具がなんかバットとかありますけど、まず出します。バットと、これはマルチを巻いてた紙、芯ですね。マルチを巻いてた芯の段ボールの筒。で、これ今年から買ったんですが、マルチの穴あけ機。去年まではね、このハンドのやつでこう、しゃがみながらやったんですけど、この絵付きがあったので、買ってみました。こう、ブスッと穴を開けて、結構深く掘れるな。結構深く穴が掘れるな。こんなに深くなくていいんですけどね。ちょっと戻そうか。土を戻し、種を、2000粒買ってます。去年まではね、無料配布だったんですけど、今年からなんか一粒8円ということで、2000粒まあそれなりの値段がします。で、もうこれ一粒巻きだったら2000もいらないと思いますね。で、ここへ、まあ格好としては抱えて、まあ、まず穴をずーっと開けていき、そこへこの筒を入れてですね、一粒種を入れる。で、それが終わったら、今度はこの木の時に、もみ巻き機からこぼれた、覆土ですね、これをバサッとかけていって、で、よいしょ、結構重い。で、かけていったら上からトントンとバットで、圧着してあげるという、そういう流れになります。はい。まあ、ちょっとやっていきましょうか。タイムラプスでお届けしたいと思います。はい。ここからね、丹下目スタジオで、あと入れで音声入れてますけど、今ね、マルチに穴を開けてるとこですね。
これはね、宮農園さんっていう静岡の農家さんのやり方を真似してます。で、モリンガってこんな感じのね、葉っぱを収穫するもので、意識高い系の方々が、まあ、こう、栄養を得ようということで、求めてらっしゃるようです。まあ、僕はね、自然栽培っていうところで、このモリンガ、結構ね、杉とかの、もう何倍もの CO2 の吸収量があるっていうところで、このモリンガプロジェクト、瀬戸内モリンガプロジェクトっていうところに、参加しています。で、今はね、もう種をまいてます。こんな感じでね、やってますが、もうやっぱりね、泥が靴底について、ラバーソールみたいになって歩きにくかったですね。はい。まあ、時々しゃがんでるのは、マルチの穴を開けたところの、ゴミが落ちてるんで回収してます。はい、今、18時9分ですね。まあ、なんとか、植え終わりました。タイムラプスが途中で、iPhone の充電が切れてしまって、もう中途半端になってますが、まあ、ご了承ください。まあ、こんな感じでね。無事発芽してくれたらいいんですけどね。よっこいしょ。まあ明日は一日雨予報なので、あんまりたくさん降らなければいいんですけど、まあ発芽にはいい条件じゃないかなって思ってたりはしております。はい、こっちも3畝、こっち2畝と半分。はい、もうちょっとしたらじゃがいもも収穫ですね。はい、じゃあ今日はこの辺で、終わりたいと思います。どうもありがとうございます。